湯布院駅から徒歩3分。鳥居が印象的で、レトロな空気がどこか懐かしさを感じる駅前。そこに今年新たに3店舗のスイーツ専門店がオープンしました。まずは1軒目、抹茶ジェラート専門店テラート。湯布院で30年以上の歴史があるお茶屋さんがプロデュースしているお店なんです。こんにちは。いらっしゃいませ。どうして抹茶のアイス専門店をしようと思ったんですか？そうですね、私はもともと日本茶の販売をずっと湯布院でしていまして、それで抹茶を使ったジェラートのお店を作りたくて、こういうお店にしました。おすすめありますか？そうですね、ぜひこの5倍の一番濃い抹茶ジェラートを食べていただきたいです。じゃあお願いします。お茶の苦みとミルクの甘みがちょうど程よく合っていて、苦すぎずに美味しくて食べられます。抹茶好きの方なら5倍がちょうどいいと思います。店内にはお茶にまつわる雑貨や茶葉自体も売っているので、お茶好きの方ならより楽しめますよ。続いてのお店はチョコレートスイーツの専門店時の色。時の色っていうお店の名前がすごく珍しいなと思ったんですけれども、思い入れっていうのはありますか？はい、いろんな時々、そしていろんな人と湯布院を訪れる、そういう人たちが湯布院の思い出をガトーショコラで思い出していただきたいなと思っています。おすすめ商品を試食させていただきます。いただきます。うん、すごいしっとりしていて、カカオの味が濃厚です。美味しいです。ありがとうございます。濃厚なのに後味さっぱりのところが私のお気に入りです。次に紹介するお店はカヌレ専門店のカヌレカランドネル。日本ではあまり馴染みのないカヌレですが、カヌレってどういったお菓子か教えていただけますか？カヌレはフランスの伝統的な焼き菓子なんですけれども、こういった独特な型を使うんですけど、この溝のことをカヌレってフランス語で言うんですよね。そこから名前が来ているお菓子です。もしよければご試食されますか？あ、いいんですか？はい。おすすめはどちらですか？おすすめはですね、はい、酸味がとても今美味しいのでリンゴがいいかなと思います。いただきます。あ、硬い周りはカリカリしてるんですけれども、中がすごく柔らかくてリンゴの香りが詰まっていて美味しいです。絶品スイーツが楽しめるこのビル、ぜひ足を運んでみてください。